脂肪補強はもう大きくなるというのはもう当たり前で、綺麗な形で選ぶ時代ですね。はい、皆さんこんにちは、モツクリニックの吉江です。今日は実際に私が担当させていただいた方の症例のご紹介をしたいと思います。で、この方はですね、23歳の方で156センチの48キロですね、脂肪補強をしています。で、この方は2回目の補強になります。2回目ですと生着率もさらに上がるので、患者様本当に喜んでいただいています。注目してほしいポイントとしては、やはりお胸の綺麗な形です。脂肪補強は大きくなるのはもう当たり前です。脂肪補強は形の綺麗さでドクター選び、クリニック選びが大事になってくる時代になってくるかなと思っています。この方、見ていただくと分かる通り、術前ですね、正面から見た時のこのデコルテの部分と横から見た時のこのデコルテの部分、ここの部分ももちろんないんですけど、注目をしてほしいポイントとしては、この下のラインですね、お胸の曲線を、ぜひ注目していただきたいと思います。術後ですね、綺麗な形になっているのをお分かりいただけると思います。術前はかなりこの厚みがなくて、下のラインのこの曲線がぼやけてますけれども、術後このように綺麗なお椀型のお胸になっているのがお分かりいただけると思います。どこの曲線が作れるとお椀型に見えるかというと、この谷間ですね、まあ、デコルテや谷間と言われる部分、そしてそこから、バージスラインといってお胸の下ですね、そして外側の、まあ、横のお胸のラインですね、ここが綺麗に円の曲線になっているかどうか、ここがやはり一番大事なポイントになります。この方見ていただくと分かる通り、すごく綺麗な曲線になってますよね。で、この方はですね、2回目なんですけど、実は凍結脂肪を使っています。凍結脂肪というのは、一度ですね脂肪を取ってきてお胸に1回目入れますよね。そして太ももとかだとかなり余る場合も多いんですね。これやっぱり捨てちゃうのはすごくもったいないです。 1cc も余らせたくないというか、無駄にはしたくないですので、その凍結脂肪の保存を冷凍保存しておいて、半年間冷凍保存できますから、そうするとですね、要は2回目ですねが、例えば腕とかふくらはぎとか、そういう小さい部位だけで脂肪補強2回目できちゃうんですね。これは実はすごくメリットがあります。一般的には脂肪補強というと、太ももですとか腹腰ですとか、そういうある程度大きい部位が当然必要になってきます。脂肪の確保が必要ですからね。ただ今回2回目は凍結保存している余った脂肪があるので、それを使って、それと例えば腕とかですね、こういう小さい部分を組み合わせることによって、吸引部分も少なくなって、当然手術時間も短くなります。なのでさらに1回目よりもダウンタイムさらに短くできる、そしてかつ2回目なんで生着率も上がるといって、患者様にとってはもう本当にメリットしかないようなイメージなので、これは実はすごく凍結というのはおすすめになってきます。患者様がですね、なるべく生着率を上げたい、形を維持したいということで、大事なポイントが何点かあるのをお話したいと思います。まず、大きく2つです。まあ、この2つができていればほぼ合格点。1つが禁煙ですね、タバコを吸わないこと、そしてもう一つは術後痩せないことです。この2つは 2,3 ヶ月生着といって、自分の脂肪になるのが、要は根付いてくれるのが 2,3 ヶ月かかるんですね。その間に例えばタバコを吸ってしまったりとか、あとは痩せちゃったりすると、やっぱり生着率落ちちゃうんですよ。なんでこれはすごくもったいないので、この期間だけでいいので、術後 2,3 ヶ月だけでいいので、禁煙とダイエットしないということを、守っていただければ、もうこれはもうそれで合格点です。ただやっぱり一番大事なのは、その脂肪注入、脂肪補強するドクター選び、クリニック選び、これがやっぱり一番大事です。術後の患者様のケアがどんなに良かったとしても、やはり吸入技術が、つまりあまりうまくないドクターやクリニックが注入してしまったらですね、やはり全然生着率って上がらないんですね。全然綺麗なお胸にはならないです。注入技術がしっかりとあるドクターに注入してもらうというのは前提でですね、さらに患者様ができることというと、やはり先ほどの、禁煙とダイエットしないということが大事になってくるかなと思います。で、やはり脂肪補強はもう大きくなるというのはもう当たり前で、それでだけではなくてですね、綺麗な形で選ぶ時代ですね。ここは大きなポイントになってくるかなと思います。ぜひ今後のね、クリニックレビュー、ドクターレビューなどにも参考にしてみていただけると嬉しいです。今回の動画いかがでしたでしょうか。他はブログ、SNS でも情報発信しております。ぜひね、この YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。